ロックスプリングスはアメリカが衆国テキサス州エドワーズ郡の町、同郡の郡庁所在地。2000年現在の国勢調査では1285人が住んでいる。アメリカが衆国統計局によると、この町は総面積3.1平方キロメートルで、そのうち全域が陸地である。2000年現在の国勢調査で、この町には1285人、420世帯、 および312家族が暮らしている。人口密度は410.0平方キロメートルで170.7平方キロメートルの平均的な密度に535件の住居が立っている。町の人種構成は白人ーセント、アフリカンアメリカンセント、先住民セント、アジア系セント。 その他の人種18.75%及び混欠2.72%で人口の66.69%がヒスパニックまたはラテン系である。420世帯のうち40.2%は18歳未満の子供と暮らしており、58.3%は夫婦で生活している。11.7%は未婚の女性が世帯主であり、 25.5%は家族以外の住人と同居している。23.1%は独身の居住者が住んでおり、11.9%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.99人であり、家庭の場合は3.58人である。町の住民は33.5%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が8.3%、25歳以上44歳以下が25.6%、45歳以上64歳以下が20.5%、及び65歳以上が12.1%に、渡っている。中央値年齢は32歳である。女性100人ごとに対して男性は105.3人いて、 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は99.3人いる。この町の世帯ごとの平均的な収入は19970ベイドルであり、家族ごとでは22614ベイドルである。男性の21369ベイドルに対して、女性は14408ベイドルの平均的な収入がある。 この町の一人当たりの収入は8,957米ドルである。人口の38.2%及び家族の31.7%は貧困線以下である。18歳未満の51.6%及び65歳以上の16.8%は貧困線以下の生活を送っている。ロックスプリングスはロックスプリングス独立学区に属している。テキサス州 エドワーズ軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年10月12日閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。